様がいるんですが、この歌の中でも火の女神フェレンという女神が登場いたします。そういった背景というものを知ることで、ただの音楽じゃない、いろんな文化的な音楽で、私がもともと知りたかったさまざまな民族の文化ということをこの音楽を通して学べるんじゃないかなと思いました。日本にとってもよく似た文化があって、そして土の香りがする、そんなハワイの音楽が大好きになりました。この歌はそんなきっかけの歌でもありますし、あとはヤワロハさんのいつも歌っていて、ユミさんのボーカルを聴いた、そんな曲です。今日はお届けしたいと思います。カヒナの風呂you、mm-hmm.